今から1300年前、中央政府は法によって治められた国を作るための政策を推し進めていました。また同時に領土拡大のために東北地方の蝦夷の国へ進出していたのです。上野の国は政府の蝦夷政策の拠点で、古くから焼き物や布生産などの手工業が盛んな地域でした。片岡郡、御殿郡、神田郡から300戸を分割し、711年上野の国で14番目の郡として多古郡が新設されました。郡の長官には渡来人とみられる羊が任命されました。もうすぐ郡の役所も完成だな。完成したら何か式典をやらないといけないな。昔宝光寺にいた長吏様が石の碑を建てたことがありましたが、多古郡ができた記念に石の碑を建ててはどうでしょうか。そうすれば長官の業績を末永く残すことができます。おお、それは良い考えだ。県軍は政府の意思でもあるので、立派な石を見つけてこよう。長吏様の一族とは違う切り石を使って、火には火災石を乗せよう。こうして二人は近くにある石の産地に石探しに出かけました。羊様、この石などいかがでしょう。おお、よし、いいだろう。見つけた石の重さはなんと 1.3 トン以上。多古郡の衆大勢で何日もかかって運んだそうです。多古郡を建軍した経緯と、私が軍の長官であることを刻んでほしい。文字も大きく読みやすくしよう。最後に政府の磯の神の麻呂様や藤原の不人様の名前を記しましょう。長官の仕事に箔がつきますよ。うん、そうしよう。そうして多古郡の建軍を祝った石碑、多古碑は完成しました。初代多古郡の長官となった羊である。これから朝廷からの命令を伝える。上野の国13の郡のうち3つの郡、片岡郡、御殿郡、神楽郡の3郡から300戸を分割合併させて新しい多古郡を新設せよ。後の時代に羊は毎日奈良の都へ通っているなどと、さまざまな伝説が生まれます。それほど中央とのつながりの深い人物だったのでしょう。